街はクリスマス一色、凱旋門やエッフェル塔も美しく輝いています。メリッサ、雪が降ってきたみたいだよ。気をつけてお帰り。ええ、そうね。お疲れ様。アンドリュー、楽しいパーティーだったわね。じゃあ、また明日。プレゼントをそっとバッグの中に入れておいたから、きっとメリッサびっくりするぞ。僕の気持ちが彼女に伝わるといいな。でもクリスマスプレゼントをこっそりバッグに入れておくことができた。気に入ってくれるといいな。
ると中からベルの音が聞こえてきました。びっくりして2人ともバッグの中を見るとお互いの荷物の中に小さな包みが入っているのを見つけました。開けてみるとお互い天使のついたベルが入っていました。なんと2人とも同じものをクリスマスプレゼントに選んでいたのです。カードに添えられた言葉は素敵なクリスマスを過ごしてください。メリークリスマス。これは愛と幸せを呼ぶ天使のベル、鳴らすたびにあなたに愛と幸せが訪れますように。なんていうことだ、同じプレゼントを選んでいるなんて。同じプレゼントを贈り合うなんて、なんて素敵な偶然だ。もしかして彼女も同じ気持ちなのかも。そうだ、今日こそ愛していると打ち明けよう。その時ノートルダムの鐘が鳴り響き、ふと足を止めるとそこにお互いの姿を見つけたのです。メリッサ、ずっと言えずにいた。愛してる。アンドリュー、私もよ。でも告白する勇気がなかった。でもこの天使のベルが私に力を与えてくれたの。アンドリュー、愛してるわ。ずっと同じ気持ちでいたなんて最高のクリスマスイブだよ、メリッサ。メリークリスマス、メリークリスマス、メリッサ。